昨年8月に引退を発表した元俳優の高岡壮介さんが1日までにインスタグラムを更新し、芸能界に戻るつもりはありません、と改めて思いを綴った。高岡さんは11月27日、引退発表前に撮影した出演映画、チェーン、チェーンの舞台挨拶に登壇。引退後初めて公の場に姿を見せたことが注目を集めた。30日夜の投稿ではメガネをかけた最新ショットをアップし、いろいろ詮索されることも本意ではないので、改めてお伝えさせていただきますが、芸能界に戻るつもりはありません、とコメント。根本が役者ですので、その魂は変わらずあるとは思いますが、いわゆる芸能人でもございませんので、またどういう形でお目にかかれるかはわかりませんが、何の因果かまたお芝居をしていたと仮定してもそれは、芸能人ではなく、ただのその人なんだと思います、と持論を綴り、私は芸能人ではなく、芸能界にも居場所はもうありません。そして何より未練もございません、と記した。また、お芝居というスキルが活かせるのであれば、また別の形だと思います、とし、こんな人間を使いたいと思う人も相当な変わり者です。そんな変わり者同士、チームなら喜んで参加するかもしれません。テレビ以外であれば、と説明。ということで、芸能界は引退し、芸能人ではない私ですので、これからも、そっとしていただければ幸いです。またふらっと現れてもそれは芸能人の私ではなく、ただの私ですので、軽く流していただければと思います、と記していた。高岡さんは1999年にテレビ朝日系連続ドラマ、天国のキスでデビューし、映画、バトルロワイヤル、ダブル往年、パッチギ、5年、や TBS 系、ルーキーズ、など話題作に出演して人気を集めた。昨年8月にインスタで、気力の限界、すべて出し尽くし、やりきりました、と俳優業からの引退を発表していた。